こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、タバコという検索ワードで出品検索してみた、金商品を出品したい方へ、見ないと損しますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。えー、この動画では、タバコという検索ワードで出品商品ですね、調べてみましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。はい、こちらですね。えー、タバコとですね、キーワード追加してください。はい。で、こっちらですね。 売り切れ完了ですね、はいえー、そうしますと、こういった風にですね、タバコの商品が出てきます。で、えー、パッと見てですね、思ったのは付属品ですね、えー。チャージャーとかですね、ケースなんですよね。はい。で、あとですね、あのー、電子タバコ、アイコスですね。はい。で、これ、アイコスですね、ちょっとクリックしてみました。えー、っと、これですね、新品ですね。はい。で、あのー、アイコスって、あのー、タバコ、電子タバコですよね。で、あのー、 実際メルカリ禁止用語みたいなんですよね。ただですね、あの、アイコスの本体だけは出品できるみたいなんですよ。調べてみたら。はい。本体だけですよね。結局。はい。なので、あの、もしね、いらないアイコスとかありましたらし、まあ、本体だけ出して出品して、実際売れてますので、まあ、中古でも大丈夫かと思います。ぜひね、あの、出品していただければ問題ないかと思いますが。ぜひね、出品していただければいいかと。 思いますはい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。その際ですね、ニックルムカスタンプをお願いします。はい。えー、それでですね、YouTube は質問は一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございました。